シーズンホームランを打たれていないというんですね。それは スローカーも、おっとこれよく柳田ファウルにしました。まあね、清宮選手ずっとあのね、あのメルセデス相性がいいっていうところでね、まあ、ピッチャー変わりましたからね。1打席に続いてチャンスで打席が巡ってきました。ここは2アウト満塁。バントに行った。2アウト満塁、セーフティーバント。この辺りもうキャッチャー取られて踏まれた終わりなんでね、イメージはもうちょっと転がしてというところなんでしょうか。そうですけど満塁なんでね、ちょっと今ね一塁側にやろうっていう感じでしたけどね。空振り三振、そこに来ましたね。一二塁間、セカンド上川畑、ワンアウト。ランナーなしでこれからバッターボックス。初球いきました。レフトに上がった当たりは下がっていきます。島内、島内が追いついてスリーアウトになりました。3番手この回からマウンドに。どうぞ。マリンスタジアム上空綺麗なお月様です。いやテレビカメラで捉えるとこんなに綺麗に見えるんですね。綺麗ですね。なんかあの自分の視力が良くなったようにやっぱりねお月さんの周りこう明るいですよね。そうですね。お団子とか食べたくなってきましたね。そうですか、ね、はい。あ、今日満月だそうです。満月なんですね、まあ、よりお団子食べたくなりますよ、ね、はい。一球牽制を入れる。若干逆疲れてますよね。はい。おっと見たときに、まあ、本人がいけるって判断なんですよ。それよりも自分の方が早くあそこにたどり着けるっていう、もちろん返球もそうですけどね、取ってから、なのでああいう判断っていうのは、まあ、相当いろんなイメージは準備しているのと、まあ、そういうセンス的なところっていうんですか、まあ、そこはやっぱあるんでしょうね。今清水さんがおっしゃったようなことを、はい、和田が一瞬で判断していけると思ってるわけですよね、はい、そうですね。もうそれはもう自分の判断だと思うんですよね、今日一つね松本選手もその粘った後のヒットからゲームを決めました。弾んだ打球ペルドも取った。タッチしてアウト。3アウト。